日本を離れてイタリアに来たのは、自分の国を遠くから見てみたいと思ったからです。文化や習慣、考え方の違いを直接肌で感じてみたかったのです。もしこちらに来ていなかったら、今と同じような日本をテーマにした仕事はしていなかったと思います。というのも、歴史や文化、伝統、それから今実際に起こっている出来事など、すべてに対して自分が抱いているような自分の国に対する深い思いや特別な感情は抱かなかったと思うからです。遠くから見つめるということは、近くにいるよりもっと注意深く、そして繊細に物事を見つめることができると思うのです。アウトライン。まるで地図の等高線のような線。明暗のトーン、そこから無数の影を丹念に追っていきます。形を見つけ出し、大変な忍耐を持ってそれを写し取っていきます。記された番号は明暗のレベルに対応していきます。小さな小さな点のような形にまで色を置いていく作業。色のコンビネーションは自分の感覚で決めていきます。テクニック的には私の仕事のプロセスは、絵筆を握って描く伝統的な絵画とはかけ離れているように感じられるかもしれませんが、私の頭の中ではあまり違いはありません。アカデミックに描くかのように制作している感覚が常にあります。パズルがゆっくりと形作られていくように。The bomb was aimed to explode above zero point. Here is the pictorial record of the result. At zero point, directly beneath the explosion, the soldier in the scene is pointing at the airplane. Just lit up as if someone had set off a flashbang. Then we had to wait. This was our big worry: is what would the blast do? The blast got to the airplane.向こう殺傷し、3階の及ぶところ、戦局ならしくも動転せず、時間の体制また、我に出会わず、つかのみならず、敵は新たに残虐なる、またらも。私の育った環境が今の自分に影響を与えていることはもちろん間違いないと思います。大阪で生まれましたが、育ったのは大阪北部の郊外で、そのあたりは割とのんびりとした環境にありました。ごく普通の家庭に育ち、両親と兄が一人。私の父は大きな紡績会社に勤めるサラリーマン。母は真面目で厳しく几帳面な専業主婦でした。
その時代にはまだビデオゲームやコンピューターはなく、白黒テレビでアトムやひょっこりひょうたん島を見ていたのを覚えています。父と日曜日にはテレビで映画を見たり、音楽を聴いたり、絵を描いたり、工作をしたり、そして少しずつ成長していく上で、私の感性や興味も膨らんでいったと思います。京都芸大に私が通い始めた70年代の終わりから80年代の初頭にかけては、アートの世界ではコンセプチュアルアートが主流で、ギャラリーや美術館などでもそういった冷たい感じのミニマルアートやモノハの作品をよく目にしました。大学では彫刻を専攻して鉄彫をやり始めたのですが、彫刻においてはやはり形がメインで、色を思うように使えず結構つらかったです。そういうジレンマもあって、卒業制作ではその頃好きだった坂本龍一のテクノポップ音楽に影響されて、イエローマジックオーケストラというタイトルの作品を制作しました。それは綺麗なイエローに塗装された5つの鉄のコンポジションからなる作品でした。とにかくどこかに色を使いたかったのです。美術館の庭の空間の中に黄色がとても映えて美しかったのを覚えています。こうしてお話ししたいろんな経験や自分を取り巻く環境やさまざまな要素が、今の自分の美術活動の原動力になっていると思います。ボローニャに来たのは90年代の初めです。ボローニャの国立アカデミーの絵画コースに入学して、そこでコンチェット・ポツァッティ先生やロベルト・ダオリオ先生、シルビア・エヴァンジェリスティ先生など、いろいろな先生方にお世話になりました。当時はとにかく見るもの聞くものすべてが新鮮で、かつ真新しい世界で、私は常に好奇心の塊でした。若いアーティストやアカデミアの学生先生方とも仲良くさせていただいていました。町にはものすごく活力があって、刺激もいっぱいあって、人々はいつも友好的で多くのことを提案してくれます。また多くのアーティストやミュージシャン、コミックアーティストやライターが生き生きと暮らしていましたしね。あの忘れがたい福島の津波の悲劇、そして今もなお解決するどころか悲惨な状況が続く原発事故、 3.11 から3年余り、目には見えないし匂いもなく触れることもできない、放射能で汚染された空気が取り巻いているであろう東京のど真ん中、たくさんの本当に湧いてくるようなたくさんの人々が行き過ぎ、その数秒後にまた別の大勢の人々がやってきて、誰も他人の顔を見ることはなく、その目はまるで宙を見つめているかのようで、独特の張り詰めた空気を感じます。人々は皆早足で消え去り、どこからかまた別の群衆が現れます。それはまるで川の流れのようで、私にはいつもとても不気味に感じます。東京での時間というものは
他の場所にいるよりも猛烈に早く過ぎ去っていくようです。私の仕事は絵画にしてもパフォーマンスにしても日本と深くつながっています。パフォーマンスでは日本の歴史やカルチャーをベースにしながら自分自身のストーリーをそこに結びつけて自分の感覚で構成していきます。時には東洋と西洋の間を旅する途中で出会った人や友人、知人が語ってくれたいろいろなストーリーや物語を収集していきます。それらはとても不気味なものであったり、まか不思議なエピソードだったり、おとぎ話や夢であったり、そうして私自身が山の中のストーリーテラー、語り部になって語りかけていきます。森の精や失われた空のゴーストに姿を変えて、そういうストーリーから世界をまた別の視点や角度から見たり感じたりしていただければ嬉しいですね。白塗りの化粧をして白い着物をまとった私の体はスクリーンとなって、ストーリーと関係のあるイメージやオブジェが次々とそこに投影されていきます。それらは日常的に目にするものであったり、漫画のキャラクターであったり、自分のタブローの作品であったり、様々です。